どうもカマスです。今日はこちらアディダスフィナーレ2122シーズンのチャンピオンズリーグ公式球を蹴ってみたいと思います。こちらのフィナーレは2122シーズンのグループステージで使用されている公式球になります。チャンピオンズリーグではグループステージと決勝トーナメントでボールのカラーが変わるので、こちらはグループステージで採用されているカラーになります。まず特徴としては、1920シーズンから採用されたこの星と星のパネルが若干重なっているデザインはそのまま採用され、ただ1920シーズンではパネルのエンボス加工が四角だったのに対して、2021シーズンからは細かい星型のエンボス加工になって、今シーズンもそちらがそのまま採用されているのかなと思います。ただデザインが大きく変更され、1819シーズンから採用された星が白く塗られて星以外のところがカラーリングされていたデザインは、こちら星型のパネルにカラーが塗られている形になります。ただ1819シーズンより前はずっとこちら星型のパネルにカラーが入っていたので、むしろこちらのデザインに戻った形になります。デザイン的にはあまり星型のパネルとパネルが重なってないように見えるんですが、このパネル形状、構造、配置は1920シーズンから採用されたものがそのまま採用されています。この星型のパネルが若干重なっている構造は、剥がれや破損を低減する目的があるようです。触ってみた感想としては、こちら2021シーズンはこちらカラーがある部分がツルツルして、星型の部分がザラザラ滑り止めのような感じがあったんですが、今シーズンの2122シーズンのフィナーレでは星型の部分がツルツルしていて、それ以外の部分がザラザラ滑り止めがついているような感じがします。1920シーズンから2122シーズンまでのチャンピオンズリーグ公式球があるので、切り比べてみたいと思います。だいたいフィナーレは空気圧が 11.6 から 14.5 なので、それに合わせてだいたい今 4.5 なので13ぐらいに入れていきたいと思います。最近のアディダスの公式球は表面の革が非常に硬いので、前回紹介したミカサのアルムンドやモールテンと違ってだいぶ表面の革が硬いので、これは好き嫌い分かれるんじゃないかなと思います。自分は表面の革が硬いボールの方が好みなので、やっぱアディダスの公式球はだいたい好きかなという感じがします。やはりチャンピオンズリーグ大会自体が好きなので、フィナーレは今後も使っていきたいなというふうに
思います。